さあ続いて宮子さん、テーマの発表をお願いいたします。はい、五輪で必要な2つの地震とは。知りたい。リオデジャネイロオリンピックは16日シンクロナイズドスイミングのデュエットのフリールーティン決勝が行われ、乾友紀子選手と三井梨紗子選手のペアがテクニカルルーティンとの合計で3位となり銅メダルを獲得しました。前回のロンドンオリンピックで失ったメダルを2大会ぶりに獲得しました。さあ、はい、宮子さん、はい、あのシンクロはメダルをずっと取れてたのに、うん、ロンドンで取れなくなってっていうその思いで乾、うん、三井はまあ頑張りました、うん、で、メダルを取ったわけなんですけど、もちろんあのシンクロ選手たちに限らず、よく選手たちはこんな言葉を言います。勝って自信にしたいんです、だから頑張ります。あるいは自信を持つためにはもう勝つしかないんで。なるほど。この言葉ってもちろん選手たちが使うときには、うん、自分を追い込むため、うん、もう勝つしかないんだっていうこの気持ちはとても大事なんですけど、我々がこの言葉をこう聞くときに注意が必要だと感じていて、うん、つまり勝たなければ自信って得られないんですかってことなんです。なるほど。でここは選手たちが言わないだけなので、ぜひここを知っておいていただきたいのは、選手たちだけでなく我々もそうなんですけれど、これ自信についての2つの自信について書いてある図です。私たち人というものは何かしらの行動をし続けることで結果につながります。でその最中に2つの自信があります。まず人が何かを行動し続けるためには、自分はこの失敗からこんな風に対処ができるようになってるな、だからもっと頑張ろう、うんうん、失敗に対してこんな風にやる、うん、ただただ淡々とやり続ければ、あ、結果が出たじゃなくて、うん、あ、確かに腹筋の筋肉がついてるなとか、うんうん、なんかちょっと、泳ぎ込みが楽になってきたな、人との結果じゃなくて、うん、自分ができてる感を増やす、うんうん、継続することでね、変わってきて自分を感じられることっていうのは自信につながりますね、はい、これを効果期待と言います、効力期待と言います。でこれを基礎的な自信として、スポーツ選手は行動から結果につなげる結果期待というものを作ります。なるほど、まあ、結果が出なければ自信にならないというのは結果期待のことなんですよ、ね、2種類あるのか。2種類あります。確かにね。でその効力の方のこともあんまり口にはしないんですけど、うん、この効力期待のことをちゃんと選手たちしっかり覚えておいてほしい時期というのがあります、うん、それは五輪を終えて競技を引退した時です。先ほど少しおっしゃってましたよね、メダルがあるなしで、はい、その全ての実績が評価されるようなものじゃないよと。そうなんです、ね、あのこうメダルってすごく分かりやすいし、うん、社会からもこう称賛をされるので、我々どうしても勘違いしてしまうのは、はい、勝ったことで自分たちの存在意義を保とうとしちゃいます。でも引退した後にこう例えば自分だったらシンクロ選手としてメダルをもらった、うん、つまりシンクロ選手が亡くなった自分のことは無価値だと思い始めちゃうんです。でその引退後に例えばバイトとかもしたことないし、私はそのちょうどその吉田さんぐらいの時、21歳22歳ぐらいの時にコピーができない自分とか、お茶組みがちゃんとできない自分ということにすごく、まあ、過度に落ち込んだことがあって、でそんな時にあ、いけないいけないメダリストなのにとか、こう意味のない結果を一生懸命気にしようとして、うん、あ、なるほど、あ、そうなるね、はい、で落ち込むのは当たり前で、うんうん、だってそれだけ異常に、うん、まあ、いい意味ですけど、でも異常にシンクロだけやってきたんだから、うんうんうん、できないの当たり前じゃない、なのにそのことを考えられなかったし、あともう一つとても大事なのは、引退後の人生って結果って見えにくいのが世の中じゃないですか、うんうん、そうですね、あのスポーツって分かりやすいんですけど、はい、うん、必ずしも白黒がつかない、ね、つかない、うんうん、でビジネス始めたら何が結果か分からない、うん、分からない、で結果が出ないことの方が多い、うん、でそんな時にいやいやちょっと思い出してほしいっていうのが先ほどの効力期待。何かというと、いやいや私という人間はメダルを取ろうと取らなかろうと、うん、それまでのプロセスでどんな時もできるまで工夫し続けたっていうこの2つです。そうか、どんなシチュエーションにあっても
工夫をしたっていうことがあったでしょ、それちゃんと思い出しましょうねっていうようなことが実は本当の自信です。これいい話ですね。大事ですね。今日本のね、1人当たりの GDP が落ちてきてるってよく言われるんですけど、はい、僕やっぱり日本人がやっぱり消費者に慣れきってしまって生産者サイドに回るのを少しこうやめちゃってるからかなと思うんですよ、はい、誰でも毎日少しずつ何か新しい変化は起こせるはずなんですけども、はい、ちょっと気抜いちゃうとそれめんどくさいもやめないじゃないですか、はい、でもこうやって普段から何か工夫をし続けることっていうのが、はい、どこかでやっぱり大きな自信につながる基礎体力になると。その通りです。で、先ほどもおっしゃってたけど、挑戦し続けると当然失敗はつきものなの で、いかにその失敗をみんながいや挑戦してたよね、うん、まあ、だからまあ頑張ろうよっていうふうにこうみんなで頑張りたいですよ。なるほどね、はい、いや、いい視点ありがとうございました。勉強になりました。